高留城は、群馬県高崎市下室田町にある、中規模な日本の城の典型で、美濃和城の西方5キロにある、美濃和城の市場の一つ。各種以降が、原型に近く残っている点で、群馬県内でも稀な史跡である。高崎市指定史跡に指定されている。高留城は、明王年間、当地を支配する、長野直行によって築かれた山城である。長野直行の子。 貞成が本拠を1512年に築かれた、美ノ和城に移すまでの間、長野市の本拠であった。その後も1566年に落城までの間、美ノ和城の有力市場の一つである。城の規模は、南北430メートル、東西300メートル、本丸の高さは、東側の谷から70メートルといい、群馬県内でも有数な中規模な山城である。 現在に残る遺構として、本丸以下の車は、ここを、大手口、絡む手口、井戸、掘り切れの跡が認められる。また、元城下に、長野市の菩提寺の室田山長年寺があり、長野汁類大の墓がある。武田軍の総攻撃の度に高留城は農務に追われ、総攻撃は度々延期された。困り果てた、武田信玄は、春名神社に祈願したところ、 いい音との託戦を受け、廃下の強者に農務に向けて矢を刺させたところ、たちまち霧は晴れ上がり、カラス川の川べりに一匹の白狐が死んでいたといい、白狐は稲荷神の紳士だったと伝承されている。武田信玄は春名神社に弓矢を奉納し、矢立杉の由来となったという。後年、上石に稲荷大明神の祠が建てられている。ありがとうございます。